駅舎稲穂駅は、北海道札幌市手稲区稲穂一条五丁目にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S08。電報略号は稲。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。駅舎の札幌側に、踏切があるため、古墙橋などは存在しない。札幌方面行きホームと大樽方面行きホームの、専用出入り口がそれぞれある。 テイ駅管理の無人駅、簡易自動券売機、簡易自動改札機設置。キーとかの利用が可能であるが、カードの販売は行わない。なお、小樽方面の一部列車では、車掌が切符を回収する。その際、キーとか等の IC カードで、乗車の際は一度車掌に見せてから簡易キーとか、改札機にタッチする。札幌の都市交通データによると、 2019年度の1日平均乗車人員は955人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅舎と札幌運転所駅の北側には札幌運転所が隣接しており、多数の鉄道車両が停泊している。そのため、運転所に向かう運転手などが頻繁に利用する。北は工業団地、南側は住宅街となっている。また、 2017年1月には札幌運転所西側に社員研修センターが東区から移転した。ありがとうございます。